アイソレーションアンプは別名絶縁アンプと呼ばれるように入力と出力の間に電気的な接続がなく信号だけを通すアンプですフォトカプラーのようなデジタルアイソレーターは1か0のデジタル信号を絶縁しながら伝送しますがアイソレーションアンプでは普通のアンプのようにアナログ信号を入力し増幅してアナログで出力します AD202、AD204、AD215 AD はワンパッケージにこの機能を組み込んだ製品で2本の外付け抵抗で原因を設定することができます。必要であれば入力フィルターや加算回路などのアナログ信号処理もオペアンプと同じように可能です。AD202、AD204、AD215 は アナログ信号の絶縁という機能は同じですが内部構成に違いがあります。これらのアンプは皆磁気結合すなわちトランスを使用した絶縁バリアを利用していますがこのトランスに信号を通すため内部で変調を行います変調のためのクロックが必要ですが AD202 と AD215 はこのクロック発信回路を内蔵しています したがって電源に1 5ボルトを接続すれば、動作状態になります。AD204 はクロックを外部より入力します。このクロックが電源になるので、DC 電源の接続は不要です。一見不便に見えますが、多くのチャンネルを使用する際に、一つのクロック源で駆動し、同期を取ることが可能になり、ビートの影響がなくなります。 内部変調を使うことで AC 信号だけでなく DC 信号もトランスを通して伝送することができます入出力間のアイソレーション耐圧は表のように実行値ででからです。扱える信号帯域は高精度タイプの AD202AD204 で数 kHz。 高速タイプの AD215 で120です。アイソレーションアンプはその特性を生かしたアプリケーションで使用されています生体に接する医療機器では機器側のトラブルで患者に電気ショックが及ばないための保護やリークからの保護のためにアイソレーションバリアが使われますバッテリースタックなどのように 大きな同層電圧の上の小さな電圧を測定するためにアイソレーションアンプの高い同層電圧特性が利用されています。同じく 1000V 以上の同層体圧を利用してコンプライアンス電圧が数百 V 以上のプログラマブル電流源を構成することも可能です。このような目的に最適な AD202AD204AD215 を是非ご検討ください。